帰り。お仕事お疲れ様。それが分かれば開けそうにないね。ダイヤ一人で。だってあの人は。マンさんたちがね、くれぐれもよろしくお伝えくださいって言ってた。またあの女と仲良く通話してたのか、てめえは。通話というか、一緒にカフェで作業してただけで。はあ？あのメガネも？いや、マンさんだけ。お前、ほんと？マンソンいいんじゃないの？ちゃんと紹介もしたし。俺は奴の人物像が知りたかっただけで、仲良し恋しは容認してね。なんだこいつ。あ、ちょっと鍋熱くなってるから危ない。なあ、お前他に友達とかいないの？いやいるけど、みんな夜型だし、一緒に昼に作業できんのマンさんしかいないし。わかった。じゃあ交換条件飲むなら外でアグラは許してやる。その日の夜は絶対抱かせろ。したらいくらでも通話していいぞ。そんなの、晴れって聞くたびに頭ん中いっぱいになってたのに。いやだ。そっか、嬉しいか。ご褒美だろ。友達とも会えてセックスもできてよかったな。冗談だよ。その代わり、俺が帰ったら通話中だろうが何だろうが玄関まで来い。でお帰りって言え。そんなことしてほしかったの？悪いかよ。別に悪くない。本当よくわかんないやつ。そんなことで嬉しいの？おかえり。お仕事お疲れ様。今日の分、玄関じゃないけど。
いただきます。いただきます。